東京メガネ卸協同組合メガネ会館、初めて見た。ワールドオプティカルヘア WOF。 やっと見つけました。どこ？ここなんだ。こんな小さなとこ、ドミトリーシェア、ドミトリーということです。これはとこ、ほんと普通の家だ。古民家を改造した感じだな。ほんと普通の古民家を改造した感じなんですね。これでやっていけるんだな。すごい。10時半までで、皆さん来ていただけるので、準備に来てください。あら、まあ、まさかこんななってるんですか。え、奥がここ全部宿泊の棟で母屋になってて。え、これ元々なんですか。そうですね、元々こういうところだったんですか。もう90何年かかってるんですけど。すごい、なんですかこれ。へぇ、宿泊の方は、こっちもされたらここから出入り自由になるので。あ、なるほど。カーがついてるので。あ、で、裏口ってことですね。そうです、そうです、裏口の。すごいですね、こんな、まさか。方はこっちの方が喜ばれるかもしれないです。まさかこんなになってると思わなかったんです。で、ベッドの部屋と、畳の部屋があって、で、ベッドのところがドミトリーですね。あ、すごい。と、あとは、畳の部屋が2つか。トリプルと、ツインなので。あ、そうなんですか。2人の部屋と3人の部屋でも、2名様から。でもお泊りいただけるので。すごい。地区が何年なんですか。90何年。すごいですね。わお。あ、じゃあドミトリーと個室が。そうですね、個室が上にもあるので3つか。ああ、上はダブルベッドになるので。あ、そこまで、そこは別に宿泊棟じゃないんですね。はい、そこがキッチンになってて。あ、そうなんですね。へ、はい、ここ個室ですね。2つお布団引いてもらう感じでなってます。これは襖ごとに分かれてるってことか。そうですね、襖の仕切りで、左側がトリプルで、で、右が、8人混合のドミトリーになってます。あ、右が8人のドミトリー、はいはい、なので開けたらもうすぐにベッドが。あ、これは別に施錠はかからないですね。はい、かからないですね。ここのお部屋は全部施錠がかからないので、ロッカーご用意してますので、こちらのロッカーに貴重品は入れてもらう。一応でも個室という。そうですね、あれなんですかね。ここは個室です、この2つは。じゃあ、まあ、まあ、ガラッと開ければでも横が見えてしまうんですね。そうですね、なので開けないでねって。開けないでねっていう感じですね。他のお客さんが寝てらっしゃったりする。ああ、こことここ、はい、1、2、そこが8人のドミトリー、はい、で、上が、ダブルが入ってます。ダブルの個室 と、 あ と、 1個、あと6人の混合のドミトリー と、女性専用のドミトリーがある。女性専用ドミトリーは何人なんですか。6人ですね。6人、はい、なるほど。8人の大きい部屋で2700円ですね。安い。で、6人だと2900円で、女性専用だと3000円です。あ、土壁か。うわ、素敵な土壁ですね。なんか全部手作りっぽいですね。これも自分でやったんですか、もしかして。ね、すごい。そうみたいです。わお、なんだあれ、配線、電気。配線もここあった。あ、そうなんですか。なんか渋いですね、この配線が。ダクトレールではなくて、そっちが元からなんですかね、これ。あ、電気ですかね、これね。超渋い。ここって夜って結構パッと来て入れるもんですか、飲みに。大丈夫ですよ。結構ワン、ワン、日によって全然違うので、ゲストの、宿泊のゲストの方と半々ぐらいで、まあ、賑わってる時とか、まあ、日によっても全く違うんですけど。あ、でも入れない時はない。ないです。うわー、いいですね。何時までいいんですか。11時半までです、ね。これ面白いですね、これ。そうだ、あ、ん、これは、ラベルだけ？へえ、これのちょっと。で、月曜日はワンデーコーヒーでコーヒーを出す。あ、昼、昼あるんですか？あ、夜か。ここはずっとちょっと夜しかやってなくて、ちょっとしたおつまみみたいなのとドリンクですね。
朝の朝食とかあるんですか？は、予約で300円でおにぎり2つと味噌汁とって。すごい、でもシンプルですごいいいですね。ここトイレ、はい、すごいですね。全部これ作ったんですよね、もちろんね。塗り込んでるんですねこれね。うわお、渋すぎる。うわ、もともとここをやってる人っていうのは建築家の人とかですか？いや、違う。で、あの創業メンバーが4人いて、ええ、でその方たちが集まってあのやろうっていうことになって、でそこから大工さんとか集めて、で今3号店が京都に。ああ、なんかホームページ見たら、はい、そう、すごいですね。そうなんです。なのでプロの、まあ、大工さんとかと一緒にやって作ったみたいですね。いや、いいですね。本日の一歩、ですね、ヴィンテージのこれは、レスカ、フランスレスカから、レスカだな、レスカから仕入れたヴィンテージのメガネです。いいですね、さすが、クオリティがいい、綺麗なメガネです。